こんにちは、トルーパーズの山中です。来月の、11月14日のトルーパーズサバゲーインラムラム、こちら申し込んでいただいた皆さん、楽しみにしていただいている皆さん、ありがとうございますと。それで11月14日までちょっと時間あって、その2週間ぐらい前の、10月30日の土曜日に、そのトルーパーズサバゲーにおけるあのルール説明を、公開録画でやりたいと思うんです。まあ、もちろん参加自由なんで、なんていうかな、11月14日のサバゲーにも参加しないよという方でも全然大丈夫ですし、参加しますよっていう方でも都合が悪かったら、特に全然強制な出席ではないので、まあ、気軽に、来れる方で十分なんですけども、当日は、ラムラムさんの、ホームページから、なんていうかな、その施設におけるルール、こちらをもとに、説明をしていきたいと。それで、各自集まっていただいた皆さんからのご質問も受けたいと。で、他にもそうですね、なんていうのかな、参加さ、当日10月30日の説明会に来れない方、または初心者の方で、こういう時はどうするんでしょうみたいな、サバゲーにおけるいろんな質問とかありましたら、トルーパーズ山中のツイッターの DM に送っておいていただけると、当日ね、対応させていただきたいと。それで、こちらのトルーパーズの5階でやるんですけど、人数制限が一応ありまして、そうですね、申し訳ない、先着8名様までということで、まあそうね、その集まるかどうかちょっと分かんないんですけど、一応念のためにその日ちょっと行くよっていう方は、これまたお手数なんですが、トルーパーズ山中のツイッターの DM までお願いしますと、参加希望と、いうことを。で、お時間なんですが、当日10月30日土曜日の、開放自体はもう12時から開放します。そしてだいたいその説明を始めるのは、まあ皆さん集まってからということなので、12時半とか1時とかになると思います。なので、来られる方は、ゴミはご自身でお持ち帰りいただく方向で、お昼お弁当持ってきて食べてくれててもいいですし、お家でね、積んでるプラモデルのちょっとこれを買い、ね、片付けに作りに行こうかなっていうのもね、別にルール説明聞きながらも遊んでくれててもいいし、あとはあれですね、ナイフ研ぎに来るとか、あとはね、お家にいてもあんた邪魔なのよみたいなこと言われちゃう人とか気軽に遊びに来ていただければいいかなと。まあ、そういうわけで、11月14日のトルーパーズサバゲーに向けてのルール説明で、そちらサバゲーに実際参加するしないは問わず、先着8名様までということで、申し込みおよび、サバゲーに関するいろんな質問がありましたら、特に問いませんので、トルーパーズ山中の DM までお願いしますと。ということで、皆様の集合をお待ちしておりますという感じでございます。あと言うことないよね。まあね、食べ物、飲食物持ってくる方はね、ご自身でそのままゴミの処理していただくっていうのはちょっとお手数ですが、よろしくお願いします。そんな感じかな。一生懸命ルール説明して、後ほど動画にして、それで当日の参加者の方にも事前に見ていただけるような動画を撮影したいと思いますので、皆様その際はご協力をお願いします。
ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。